Environment Select。Tonight's game is Verdi versus Jeff United。サッカーを愛する皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。雨が闇夜を突き破って細い針のように降ってまいります。ヴェルディ川崎対ジェフユナイテッド市原、今日は練習試合の模様をお楽しみいただきます。今日は解説にフリーキックの名手木村和司さんをお迎えしています。よろしくお願いします。試合開始です。ドニレッチ、フィールド中央から仕掛けていきます。早めに相手の攻撃の目を潰すことができるのか。右サイドからの攻めにどう対応するか。ここでパスを出させるわけにはいきません。急いで戻った。ゴールライン終わりました。ヴェルディゴールキックに変わりました。さあ、フィジカルコンタクトが荒い。中盤でボールを抑えておきたい。ちょっと守備が崩れていますが、どう立て直しますか。これはファールか。両者ともここまでノーゴール。どう思われますか。まあこういう我慢比べの時には得てしてミスから点になることが多いですよね。相当荒っぽい。これはいけません。フェアプレープリーズ。ここはどう守る。両者無得点のままゲームは進行しています。ロングシュート。キーパー取りました。中盤ボールをキープ。シュート。キーパー正面。両チームここまでノーゴール。いかがですか。まあこういう我慢比べの時には得てしてミスから点になることが多いですよね。ディフェンスが硬いですね。逆サイドのスペース注意していますね。まだ両チームとも得点がありません。ラモス。おっと、これはファウルか。現在までのところ両チームとも無得点です。ロングシュート。キーパーオッド。なんとかキャッチしました。両者ともここまでノーゴール。どう思われますか。まあこういう我慢比べの時には得てしてミスから点になることが多いですよね。中盤でボールを。これはファールでしょう。このファールはしょうがないかな。ボールはジェフ。蹴るのはマスロバリ。さあ、ここからリズムに乗っていきたい。今前半終了です。後半が始まりました。あっと、中央から突破されてしまいました。さあ、どう出てくるのか。シュート。ボールが跳ね返った。
防げるか。ちょっとフィジカルコンタクトが荒い。攻めるタイミングを見計らいます。おっと、これはファールか。やはりもっともっと早いサポート必要でしょうね。シュート、キーパーおっと、なんとかキャッチしました。柱谷、シュートしました。キャッチできません。ボールがこぼれた。いい動き見せてますよ。パスを叩くのか。イエローカード、これは当然でしょう。これでイエローです。ボールはベルディ、キッカーは柱谷。攻撃を再開します。まあここで出すのは当然だと思いますよ。このデンジャラスプレーに対してイエローカードが出されました。まあこの辺はプロならではの技を見せてほしいですね。あ、シュートできるか。ミスマル、ゲームを作ります。両チームここまでノーゴール、いかがですか。まあとにかく早く菊池ファウル、これはいけません。フェアプレープリーズ。ボールはジェフ、キッカーはカシェック。攻撃を再開します。ここでカウンター、ボールが跳ね返った。両チームここまでノーゴール、いかがですか。ビスマル、センタリング、いい形になった。ベルディ、パス回しをどう阻止するか。両者無得点のままゲームは進行しています。ん？ファールになるか。攻撃陣にどうつなげるのか。おっと、ラインをかき回しています。三浦、キャッチできません。ボールがこぼれた。三浦、合わせられるか。ディフェンスが硬いですね。相当荒っぽい。これはいけません。フェアプレープリーズ。パスを叩くのか。両者ともここまでノーゴール。あっと、転倒した。ボールには行っていませんね。ボールはジェフ、どう組み立てていくのか注目したいところです。さあ、ここはどう守る。ジローから仕掛けられています。ん？ファールにシュートし、ボールが跳ね返った。ここで抑えて攻撃を仕掛けたいところ。ここはどう守る。中央で警戒しています。ボールが跳ね返った。後半終了、延長戦にもつれ込みます。延長前半15分が始まりました。前後半とご覧になっていかがですか。なかなかいいゲームになりましたね。まあ延長で決着がつくんで頭ですかね。マスロバル、うん、やはりイエローカード。これじゃあイエローも当然でしょう。
ボールはベルディ。キッカーは柱谷。攻撃を再開します。さあ仕掛けていくか。もういい展開ですよ。手元の時計で間もなく延長前半の立ち上がり5分を経過しようというところ。これを抑えて攻撃を仕掛けたいところ。シュートしました。ボールが跳ね返った。三浦行きます。両者ともここまでノーゴール。どう思われますか。まあとにかく早く得点シーンが見たいですよね。さあどう出てくるのか。速攻が狙えるか。シュート。タイミングちょっと合いませんでしたね。さてゴールキックで試合再開です。逆サイド有効に使いたい。まあ積極的に勝負に行ってんじゃないでしょうかね。落ちていって中を見てセンタリング。延長後半に最後の望みをかけます。延長後半です。木村さんどう思われますか。そうですね、もっと両サイドを有効に使ってほしいですね。中盤でボールを押されておきたい。シュートしました。キャッチできません。ボールがこぼれた。両チームともまだ得点がありません。さあ仕掛けていくか。相当荒っぽい。これはいけません。リアプレイプリーズ。シュート。慌てすぎましたね今。ジェフボールキックに変わりました。現在までのところ両チームとも無得点です。シュート。キーパーオット。なんとかキャッチしました。ここで抑えて攻撃を仕掛けたいところ。この状態からスルーパスに気をつけたい。落ち着いて PK 戦にまでも連れ込みました。最初のキッカーは三浦。どうだ。まあこの辺は力が入りすぎると入んないもんですよ。最初のキッカーはハシェック。シュート。まあ慎重に行き過ぎたっていうところでしょうね。2人目トクラ。シュート。入って当然なんですが、そうは言っても難しいですね。2人目ジョー。シュート。まあシュートを入れた後のガッツポーズでも考えたんじゃないですか。3人目ラモス。どうだ。まあシュートを入れた後のガッツポーズでも考えたんじゃないですか。3人目マスロバル。シュート。まあちょっと自分がヒーローになった姿が頭をよぎったようですね。ベルディ北沢。どうだ。コントロールが素晴らしい。激しい睨み合い読み合い。シュート。もう心臓が締め付けられますよね。